Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story starts with a verse from Ezekiel chapter 43 in the Holy Bible, in which it writes as follows. And behold, the glory of God of Israel was coming from the way of the east, and his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory.エゼキエル43章は次のように書いています。見ろ、イスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく、そして神の栄光は大地を照らした、と。バチカンは東向きに建てられています。が、正確ではありません。真東からはややずれています。正確にはモヘンジョダロの方角を示しています。モヘンジョダロはイシュタールの本拠地でした。そのイシュタールがやがてヘブライ語でマリアと呼ばれるようになり、キリスト教を立ち上げます。それはともかくもその教えにのっとり、古来よりキリスト教では東を上にして地図を書く習わしが生まれたと私は考えています。皆が皆というわけではありませんが、東を上にして書いた地図が多いのも事実です。神の栄光は、東からやってきたと。が、さらに詳しく検証してみますと、東を真上にし、その頂点に小さな島があるのがわかります。回りくどい言い方はやめます。日本です。解像度が不鮮明で、文字が読めませんが、日本です。モヘンジョダロではありません。日本です。つまり、古来よりキリスト教では、東の国、日本を頂点にして、地図を書いていたということになります。ここにその地図を何枚か紹介しておきますから、皆さん自身の目でそれを確かめてください。またさらに、なぜ日本なのかという理由は、このナンバー1552に続けてビデオをつなげておきますので、どうかそれをご覧になってください。ともかくもキーワードは東です。エゼキエル書では、from the east と書いてあるのもありますが、From the way of the east と書いてあるのもあります。ただ単に、東からではなくて、東から道を越えてわざわざやってきたというふうに解釈できます。聖書を並べておきますので、それもこれを皆さん自身でご確認ください。で、気になったのがイスラエルの国家です。その国家の中にも、東という言葉が出てきます。国家をそのまま紹介させていただきますので、皆さん自身でご確認ください。訳文はあえて直訳にしました。で、今皆さんに見ていただいているのがキリスト教の地図です。上が東になっています。そしてこの上に日本があるということですね。島が書いてあります。詳しく見てみます。中央がエルサレムですね。そして、イスラエルですね。そして、ここに地中海が書いてあります。左が、エウロッパ、いわゆるヨーロッパですね。そして、右がアフリカということになり、上がアジアです。
そしてその先に小さな島が書いてあるということです。まあ、なんと書いてあるか、ってことは問題じゃありませんね。日本です。ここに日本があるわけですね。で、拡大してみましたが、真上にありますが、まあ、字が読めません。海を離れて東の情報ですね。アジア大陸の情報にこの島があるということです。もう一枚の地図を見てみます。中央下にですね、ここにまあイタリアが書かれていると思います。そして真上、中心にイスラエル、エルサレムですね。そして真上に日本です。アジアを越えて日本です。位置的に日本以外には考えられませんね。このようにまあ、古来よりキリスト教ではまあ、東を上にし、その頂点に日本を書いていたということです。そして、エゼキエル43章を紹介しておきます。英語版だけでも20種類以上の訳文が出ていますが、from the east, from the east と書いてあるのもありますか、from the way of the east と書いてあるのも多いです。それをこれから紹介します。注目深くご覧ください。この赤い線で引いたところがそうです。From the east, from the east, from the east と続きますね。そして途中から from the way of the east、 ここからですね。From the way of the east, from the way of the east。 いわゆる東からではなくて、東から道を越えてわざわざやってきたというまあニュアンスですね。From the way of the east ですから、このようにエゼキエル書にははっきりと東と書いてあります。で、イスラエルの国家を紹介しますが、この中に東という言葉が出てきます。あえて直訳にしておきましたから、皆さん自身の目と、そして、まあ、語学力でですね、判断してください。訳文を再検証しています。A Jewish soul is yearning. N が押しています。ユダヤ人の魂は、あれユダヤの魂は恋焦がれると。And to the edges of the east forward. 前にある東の端に向けてというふうに訳損が正しいでしょうか。東の、端へと、まあ、恋焦がれると。ということは東の方に恋焦がれるということですね。そして目はシオンに向かっていると。ここでシオンという言葉が出てきます。シオンの山ですね。マウントシオンのことです。シオンに向かっていると。で、シオンって何かというと、エルサレムの、まあ、同義語として使われることが多いと。いわゆる場所の名前であると。で、これは、まあ、紀元前630年から540年まで遡ることができると。まあ、そういう、まあ、シオンという名前なんですね。で、シオンというのはエルサレムの山の近くの、まあ、特定の山と考えられていると。で、まあ、ダビデ王の、まあ、砦があったところがシオンとなったということですね。で、そこにヘロデ王の門もあるんですよ。で、シオンというのは、現実が生まれる霊的な場所として考えられていると。で、シオンを調べてみたんですけどもね。まあ、マウントシオンというふうになってますけども、私の日本人の感覚からしますと、これは山ではなくて丘
ということになるわけですね。丘にもならないかもしれませんね、日本的に考えれば。なぜこのシオンの山をわざわざ、まあ、このように、まあ、国家の中にも歌ったか、あるいはシオンという山がですね、なぜ特別な山なのかということになるんですけども、ちょっと疑問符がつきますね。で、もう一度、東から西ということを皆さんに見ていただきたいと思います。まあ、これはヴィンカ、セルビアのヴィンカで見つかった土偶です。足が3本に見えますけど、2本ですよ。右が日本の、ごめんなさい、ごめんなさい、中央が日本の、縄文の女神ですね。長野県茅野市彦東で見つかった土偶です。両者同じです。で、左がこれ、イシュタール、まあ、像ですね。バビロニアで見つかっています。右もそうです。そして中央に位置するのが、縄文ヴィーナスということになります。で、縄文ヴィーナスの方は歩行補助装置をつけているということをすでに証明いたしました。ですから、まあ、細い足ですね。この足では立つことできませんから、まあ、歩行補助装置をつけたと私は考えています。で、まず神々の流れですけどね、まあ、頂点にアフラマズダーがいます。そして、まあ、それを、その名を語って、キングアヌが地上に降りてきたものと考えられます。まあ、向かって右の方はですね、二つ仮面が並んでますけど、右からイド寺で見つかった仮面、そしてエジプトでギザ高原で見つかった土偶です。そしてその上はですね、釈迦堂で見つかった、私はこれマスクだと思ってますけども、そういう、こういったものも見つかっているということですね。で、まあ、こうして甲府盆地が、まあ、神々の本拠地であったということになるわけです。まあ、これが長野県、ごめんなさい、山梨県の甲府盆地です。で、これが縄文ヴィーナスですね。血の死で見つかりました。で、ほぼ同じところから、縄文の女神が見つかっています。で、下がこれが井戸尻の考古館に飾ってある、まあ、香炉となってますけど、逆さまに置いてありますね。そして右が、これが、いわゆるその釈迦堂で見つかって、まあ、これは目録しかありませんでしたけども、ヘルメットだと私は考えています。で、こうしてまあ、甲府盆地にはですね、オールキャストが揃っているってことなんですね。ですから、ペルシャから甲府へ来たのではなくて、また甲府の方が、いわゆる縄文文明の方が古いわけですから、当然甲府からペルシャに、まあ、神々が渡ったと考えるのが、まあ、自然ですよね。例えば縄文の女神にしてもですね、紀元前4000年、今から6000年ほど前に作られているわけですよね。そして同じものが、セビアの文化で見つかっているということなんです。で、まあ、アフラマズダーがいて、キングアンがいて、そして、まあ、神々、エンリール、エンキがいて、そして、その孫娘のイシュタールがいるというわけです。で、ずっと並べていますと、こうして、まあ、並べていますとですね、縄文文明の方が先で、また元であることがわかります。大切なことは皆さん自身の目でですね、判断なさるということですね。で、繰り返しになりますけど、この右の方が釈迦堂で見つかった、まあ、土偶ということになってますけども、これはエジプトのギザで見つかった、まあ、土偶の、まあ、コンセプトそのものなんですね。となりますと、縄文からペルシャに神々が渡ったと考えるのが自然なわけです。で、今度は日本とイスラエルの関係ですけども、まあ、その先ほど市内3と言われているところのね、一角にヘロデモンっていうのがあります。これは私が発見したことでありませんけども、このヘロデモンの上の方にですね、まあ日本でいう菊の紋章、すなわち太陽の紋章が、まあ、掲げられています。で、これがですね、日本の最も神聖な紋章と、まあ、全く同じなんですね。で、こうしたまあ類似点もあるわけですね。それからバチカン、冒頭に紹介しましたバチカンですけども、この形、右の方が丸くて左の方が四角いですね。これは日本の前方後円墳とコンセプトが繋がっていくわけです。なあち、これは空から見てですよ。宇宙から見て、これは神々の、まあ、紋章である。ここは神々の都市であるということを示したわけです。このように、日本の縄文とイスラエル、ユダヤ、そしてキリスト教とは深く繋がっているということですね。まあ、他にもいろんな証拠がありますが、ここではもう一例だけ紹介していきます。これはイナンナ像ということになっています。まあ、頭が独特の頭と言いますかね、顔も独特ですね。そして下がですね、奈良県の法隆寺で見つかった、所蔵されている、まあ、侍像ということになってますけども、この顔が全く一致しますね。で、この侍像の方はですね、頭がね、ポキンと折れてる感じがしますね。で、下がですね、まあ、シュメールの神です。そして比べてみますと、まあ、同じということですね。すなわち、まあ、まあ、考えられますけどね、シュメールから日本にこの神が来ていたとも考えられますけども、日本からこの神がシュメールに渡ったと考えるのが、まあ、自然ですわね。他にその途中には何もないんですからね。朝鮮半島、中国大陸には何もないわけですからね。ですから、日本の縄文の方が先であり古いということを忘れちゃいけませんよ。そしてシュメールへと渡っていったということなんです。日本の縄文は2万年から2万5千年の歴史がありますからね。短く見ても2万年ですから。
そして日本の縄文文明が、まあ、いわゆる神々が、いわゆる、まあ、ペルシアへ渡っていった。そして、まあ、文明を築いたということになるわけです。続くビデオの中でさらにいくつか証拠をお見せしますので、どうかご覧になってください。Bye for now.